皆さんこんにちは。こんにちは、土屋まりです。磯畑祐介です。まあ、この2人はね、いつも朝の一盛りで共演してるんですが、うん、はい、一盛り初めてですね。いや、初めてですよ、うん、ただやっぱり磯畑さんと以前ね、はい、一緒に、うん、進行してた経験ありますから、一応しても、ね、はいはい、ちょっとねやっぱり安心感感じてますよ。ならばよかったです、はい、木曜日はですね、その朝の一盛り、そして夕方の一押しとともに、この時間一盛りもですね、楽しみにご覧いただけたらと思います。さて、4月から新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめの生活雑貨ご紹介します。うわー、やっぱり DCM はもういろんな商品がありますね。 DCM の日向寺さん、今はどんな商品が人気なんですか。はい、新生活が始まる方にもそうじゃない方にもおすすめのちょっとした困りごとを解決してくれる商品をご紹介させてください。それがこちら、洗濯物の取り込みやすさにこだわった角ハンガーです。特に違いはなさそうですが、まあ、ちょっとフックが多いっていうのと、あとここはすごく不思議な形してますね。こちらの商品は持ちやすい、そしてかけやすい、さらに室内干しに便利なドアフックもあって、さらにさらにしまうときに便利なこんな小さなフックもついてるんです。すごい。他にも嬉しいポイントがあるんですけれども、うん、それがピンチなんですよね。でこちら洗濯物を取り込むときに引っ張って外しやすい形状になってるんです、うん、ではここで洗濯物をどれだけ早く取り込めるかチャレンジ、ゆりえさん実際に体験してみてください、はい、それではやってみます。いきますよ。すごい、待って待って、めっちゃ取れる。すごい、めっちゃ簡単。スッスッスッってすぐ取れました。こちらのペダル式のゴミ箱もおすすめです。はい、これ蓋が観音開きになるから、うん、ここの高さがなくてもゴミが捨てやすいんですよね。では片開きタイプもご用意しましたので、ゆりえさん比較してみてください。はい、片開きがこっちですね。はい、確かにこういった棚の下だとこう開けた時にね、ぶつかっちゃいますよね。そうですよね。観音開きだと、おお開くのでゴミも捨てやすいですし、棚の下やキッチンの下にも置けますね。そうですね、便利なものばかりで新生活がワクワクしそうです。いや、どちらも便利そうでした、うん、私は角ハンガーいろんなところにかけられるのがすごいいいなって思いましたね。そうですよね。さあ、気になった方ぜひ DCM で検索をしてみてください。びっくりドンキーで大人気の彩りセットは、通常よりも一回り小さいサイズのお皿に彩り豊かな野菜と小ぶりなハンバーグが乗ったセットです。また公式 SNS ではお得なキャンペーン情報やメニューを紹介しています。野菜の美味しさ色とりどり、びっくりドンキーの彩りセット、詳しくはホームページをご覧ください。いちもり。国民的コミック待望のミュージカル化、ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド、札幌文化芸術劇場ヒカルで3月26日から30日に上演、前売り券好評販売中、見逃すな。主人公ジョナサン役は松下優也さん、有沢翔太郎さんのダブルキャスト。ジョナサンの因縁の相手ディオ役にはマルチに活躍する宮野真守さんが出演します。チケット好評発売中です。いちもり。女性だけの30分フィットネスカーブスでは、今月末まで2週間完全無料お試し体験を実施中です。お腹の脂肪をなんとかしたい、でもどうしたら、そんな皆さんがカーブスの運動を無料で気軽に体験できるチャンスです。申し込みはウェブから。北海道に66店舗のカーブスで検索してみてはいかがでしょうか。皆さん、睡眠にまつわる悩みはありませんか。睡眠ゲームアプリをご紹介します。あー、よく寝た。僕はいつもポケモンスリープを使ってます。去年の夏より配信されているポケモンスリープは、
株式会社ポケモンからリリースされている朝起きるのが楽しみになるアプリです。プレイヤーの睡眠を記録、計測、分析し、睡眠意識を向上させるだけではなく、ポケモンの寝顔を集めながら睡眠リズムを整えるきっかけとなります。ポケモンスリープの冒険の舞台は、食べることや寝ることが大好きなカビゴンがいるとある小さな島。そこでポケモンの睡眠を研究するネロリ博士とともにポケモンの寝顔を集め、ポケモン寝顔図鑑を完成させることが目的です。本当このアプリをやっているとポケモン寝顔図鑑を完成させたくなるんですよ。ポケモンが好きな人はもちろん、よく知らない人でも楽しむことができると思いますよ。ポケモンの寝顔を集めるためにポケモンを仲間にしたり、日中は仲間になったポケモンとカビゴンを育てたり、さまざまなゲーム要素が盛り込まれていますが、やはりメインとなるのはユーザーの睡眠計測。毎晩枕元にスマートフォンを置いて眠るだけで、ユーザーの睡眠状態を計測してくれます。朝起きると睡眠状態がグラフや睡眠タイプなどで可視化され、その結果がゲームの進行に関係します。ゲーム感覚で睡眠リズムを整えることができるのが特徴で、基本的には無料で遊ぶことができます。また基本スマートフォンのみでプレイできるポケモンスリープですが、こちらのポケモン GO プラスプラスを連携することで、スマートフォンを使わなくても睡眠計測が可能です。操作方法は簡単。ポケモン GO プラスプラスを枕元に置き、ボタンを長押しすることで計測開始。例えば自身のスマートフォンをお持ちでないお子様の睡眠計測にポケモン GO プラスプラスを使うなど、便利な使い方ができます。最後に耳寄りな情報をお知らせ。満月の夜にはたくさんのポケモンの寝顔をリサーチすることができるグッドスリープデーというイベントが毎月開催されています。次の開催は24日の日曜日から。どんなポケモンの寝顔に会えるのか、ますます楽しみですね。はい、毎日続けていい睡眠リズムを捕まえましょう。詳しくはポケモンスリープで検索。いちもり。柔軟剤をお使いの皆さん、家族でのお出かけ前や雨が降りそうな時など、生乾き状態の洗濯物を仕方なく取り込む時はありませんか？リニューアルしたソフランプレミアム消臭は、ソフラン最高レベルの抗菌力、極小消臭成分に加えて抗菌成分を新配合、繊維の隅々まで吸着することで生乾きでも菌を生ませず匂わせません。いちもり。オプテージの新たな事業を創出するプログラム電波とは、マイネオをはじめとしたオプテージの通信インフラと、さまざまな個人・企業のビジネスアイディアを組み合わせて新たな何かを共に作るプログラムです。通信を活用したビジネス創出について、アイディアを持っている方やエントリー方法など詳しいことを知りたい方は、電波との公式ホームページをご覧ください。いちもり。長谷光不動産の分譲マンション菊水駅徒歩8分のブランシエラ豊平三条と、白石駅徒歩7分のブランシエラ東札幌サンリアンが新たにデビューしました。断熱性・省エネ性能を高めつつ、エネルギーの消費量実質ゼロを目指す絶地認証マンションで、さらに様々な災害対策が講じられています。いちもり。北海道観光振興機構が新たな旅のスタイルを切り開く取り組みを開始しました。ココレ、リハビリテーション、日本旅行北海道の3社はケアツーリズムとして、障害当事者に医療従事者が同行する札幌市内のモニターツアーを実施しました。ツアーは先月17日から19日までの3日間、車椅子の障害当事者2人とその同行者、そして介助する医療従事者が参加。
公共交通機関を利用しながらジンギスカンを味わったり乗馬の体験を楽しんだり定山渓温泉でリフレッシュするプログラムを通じて障害当事者が諦めていた旅を新しい形で実現しました。北海道観光振興機構ではこの取り組みを通じて北海道でのケアツーリズムの推進を目指しています。いちもり佐藤のご飯は電子レンジで手軽に調理でき、ご飯がちょっと足りない時や朝のお弁当作りなど時間のない時にとっても便利です。昔ながらのはじめちょろちょろ中パッパの火加減を再現し、厚釜で一つ一つ丁寧にご飯をふっくら炊き上げています。家庭で炊いたご飯と変わらない美味しさを楽しめます。佐藤のご飯は釜炊きアトゥー的。いちもり今年60周年を迎える洋服の青山ではフレッシャーズ&就活生限定安心おまとめセットを販売しています。メンズはスーツ、シャツ、ネクタイ、ベルト、靴など8点セットが 29,900 円から、レディースはスーツ、シャツ、カバン、靴など5点セットで 29,900 円からと、どちらも通常価格から1万円以上お得になります。いちもり丸宮では丸宮ご飯でにっこり釜飯キャンペーンを実施中です。丸宮鶏釜飯の素、五目釜飯の素などの対象商品についている今日も美味しくマーク1枚を送ると抽選で選べるデジタルギフト2000円分や丸宮商品豪華詰め合わせ16品などが当たります。詳しくは丸宮のホームページでご確認ください。いちもりどうでしょう、ハウスを作ります。瞑想してるんですよ。かなり過酷ですよね。どうでしょう潰れてるってか、なんか怖い。四国って呼ぶね、ね、67番大工事、大工事ドン。水曜どうでしょう的地球の歩き方四国編、やったにじやんかい、そうそう、好評発売中。いちもり札幌パルコではクリエイティブディレクター明遠卓さんを中心としたチーム円卓とパルコが共同企画した展覧会いい人すぎるよ美術館、切ないすぎるよ博物館を明日から開催します。日常に潜むいい人にスポットを当てたいい人すぎるよ美術館と日常の切ない瞬間を集めた切ないすぎるよ博物館の同時開催です。さあ土屋さん、あっという間だったと思いますが初めてのいちもりどうでした？最初はちょっとやっぱりドキドキしましたけれども磯畑さんと私のことですから、はい、やっぱりちょっとこうあうんの呼吸でね、そうですね、もうね馬がバッチリあったなという感じでした。できたんじゃないかなと。皆さん感じましたでしょうか、そのあたりどうでしょう、どうでしょうか、はい、それではいちもりはまた来週です。ありがとうございました。ありがとうございました。